始まりました。この絶妙な雰囲気の中、イエーイ。今日は何なんですか、アクアさん。今日は陽キャたちが家にやってきました。こっち向けよ。おい、目線合わせろよ。あ、でも待って、カイラがここにあるから私ここ向かないと。お前真ん中なんだからこっち向けよ。スバル固まってんだからやる。なんで一人だけ固まってんの。やめな、いじめ、やめな。おい、やめろ、やめろ。ねねちやば。お前ヒゲなんなんだよそれ。可愛いでしょ。どっちが顔かわかんないじゃん。今日のお品書きちょっと言ってくださいよ、ねねち。え、あ、ごめん。おい、振られると思ってなかったよ。今日は地獄の質問に答えまーす。イエーイ。じゃあね、早速地獄ということですので、ここからはですね、仕切りミナとアクアによってですね、なんでさ進行していきたいと思います。いいかな。いいよー。イエーイ。いいな。はい、よし。それぞれの初顔合わせと現在の印象。イエーイ。ねね、初の印象忘れちゃったもん。え、嘘でしょ。この質問じゃないですよ。嘘でしょ。今の印象は、うん、いい先輩。雑。おい、仲良くしようっていう。俺それ来ちゃってるじゃん。仲いいです。例えば、うん、今もう全然私先輩がねえと目合わせてくれないところとか。なんでこっち見てくれないんだろう。だっていつもさ隣なんだもん。だって隣だから目合わせやすいじゃん。隣だからこそ喋るときはマイクの方向かなきゃ。やっぱさ、でも今すごい先輩の方見てるよ。ほらこっち向いて、こっち向いて。アーティスやっぱカメラの関係上こっちしか向けなくてさ。なんなん、カメラに命狙われてんの。お前横向いたら。あ、いいね、いいね。あ、いいね、いいね。あ、いいじゃん。いいね、目合ってるの。え、じゃあ、引っ張る。何、え、き、え。あ、やばいやばい。ごめん、あの、あんまり同期との定点慣れてなくて、ごめん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 。これが日程の雰囲気。おい、やめろやめろ、お前。今は今本当になんか気軽に話しかけてもいいのかなってねは勝手に思ってるよ。いやでしょ、うん、今日はね、あじし先輩の家にクレヨンでね、壁に陽キャって書きに来たんだ。あ、そうそう、ダメ。ペンキとな、ペンキのクレヨンで。ちっちゃいです、勘弁してください。あじしはスバルは、うん、もう3年半も前。3年だって。ね、やばいよあじし。なんだろう、交わらない人種が来たって思った。何何何、ま、え、ディスられてる。え、違う違う違う。スバルさ、だってさ、ネットもほとんどさ、なんかそんなにめっちゃ知ってるわけじゃなくて、うん、そアニメとかも全然見たことないみたいな。そうだね。そう、本当に陽キャ、こんな人やっぱり世の中にはいるんだなと思って。いるんですよ。だけど今はオタクに優しい陽キャって感じ、いいやつって感じがして嬉しいです。よかった、アティシ。いいやつ。それはね、アティシがね、優しく教えてくれたからだよ。ボソボソ喋ってた。いいやつ。なんで、だって会話できたな、今。姉ちゃんは、最初は、あれ、事故ってる、これ。あ、姉ちゃん、泣かないで、泣かないで。してた。あ、今の私先輩みたいにってことは？そう。大丈夫？なんかギスってない？よくおしゃれな人、おしゃれ番長だなと思って。めちゃめちゃ上辺の会話じゃん。よくおしゃれだね。いいね。確かに、でもそのおしゃれはその後アクアがスバルにも言っていたんだよ。ねねちめっちゃおしゃれだぞみたいな。おしゃれだよね。うん、おしゃれ。だからね、これはね、本当の感情だと思うかも。え、恥ずかしいの。本当におしゃれ。ね。うん、皆さん、ご理解いただけましたでしょうか。このですね、絶妙に会話が成り立たない、これがメニューなんです。ちなみに、スバルの印象はですね、うん、アティシは、うん、本当に目合わんなっていう感じですね。ネネティはなんかすごい、明るくてハキハキしてた。なんか真逆だった。でも、しばらく一緒にいると、根本は結構似てるのかなって。なんかその、頑張り屋さんとか。ネネ、頑張り屋さん？こちら、頑張り屋さん。アクアもね、なんか頑張り屋さんだし。似てる。あ、ここが似てるって話。あ、そうそう、根本がね、なんかその嫌だってことがない。違うよ。違うよ。嫌だってこと。やばいやばい、マイナス思考引っ張られてるよ。やばいやばいやばい。まずい。スバルも頑張り屋さんだけどね。ほんと？ここ頑張り屋さんしかいないじゃん。じゃあ、シナジーあるじゃん。え、仲良し。
わーじゃねー。 LINE の友達の人数、ネネは64。おー、じゃあ、あてしは47。おー、ちなみに、半分公式。みんなそんな感じなんかな。スバルは644。えぇ、だってグループ100個あるもん。それぞれ入れ替わったら何をしたいですか？スバルはアクアに入れ替わって、うん、まずもうめちゃくちゃにしたい放送を。あっ、待ってー、やーよかったやりに行こうって。クラッカーとか一人でやる。急にそう、アクアクルーがみんなーパパパパパえ、ネネはね、入れ替わったら気づかれないかどうか実験したいな。うわ、いいね。なりきってネネちゃん誰できそう。いやいやいや、ね、やめろやめろ。そう思われてんで、ね、どういうこと。え、ちょっと触らせてくれませんかって。やべえやつじゃんちょっと失礼しますよって触るってこと。どこ触りたいんだ。そんなんね、もう分かんないよ。え、そこ逃げるんか。私あーねえこの人たちやだ。この人たちやだ。ちょっと言えないところを触りたいんですね。みんなハイチェック入ります。クローゼットがね、2個あるんですよ。このやめさ、おい、バカ、おい、似合いないで、似合いないで、似合いないで、なんだ、ほんとに、ネネチはいつも可愛いんだけど、匂い嗅いでるネネチ、マジでキモいんだよね。ねえ、匂い嗅いでくる、この人、クローゼットの。どうでした、匂いの。クローゼットの匂いしかしないよ。いい匂い。クローゼットの匂いしかしないよ。ちょっと、スバルも失礼しますよ。いや、やめちゃった。入れちゃってください。甘いいい香りですね。フローラルです。学校とかで自由に席決めれるとしたらどことか。後ろの窓際だろ。後ろの一番後ろの一番窓際。え、でもやっぱ主人公席って言ったら窓際の後ろだよ。何、主人公席。主人公席って何。 え、2人とも主人公席知らないの。ちょっとじゃあ説明してわかるように。ラノベとかアニメとかの、うん、いわゆるラブコメ系とかの主人公が、うん、こう座る席っていうのは大体窓際の日が当たる場所の一番後ろか後ろから2番目なんですよ。大体女の子が前にいたり隣にいるんです。で、話しかけられて後ろだから先生に気づかれなくてボソボソ喋るんだけど。めちゃめちゃ喋るやんちなみにその席での思い出ある。ねえ、一番前固定にされちゃってたから問題に席じゃん。あてしなんかある？真ん中の席で、あの、倒れた記憶しかない。なに、貧血？そう、朝倒れちゃってすごい注目浴びちゃったから真ん中嫌だなってイメージしたねどこでも浴びるだろ、それは。確かに、大丈夫やだ、真ん中嫌だな。アクアちゃんは匂いフェチですか？アクアちゃん自身はとてもいい匂いがするとホロメンたちから話を聞きます、うん、アクアちゃんは今日スバルちゃん、姉ちゃんの匂いの感想を、スバルちゃん、姉ちゃんは今日アクアちゃんの匂いの感想を教えてください。あ、もう書き始めてる、書き始めてる。みんなでじゃあ書こうよ、順番。何これ、何の回いいよ、はい、せーの。ねえ、わかんない違うだろ、それはね、そういうことじゃねえ。ねえ、ねえ、嗅ぐときの音でけえんだよ、お前プロだよ、これどうやってんのどこの匂い嗅いでほしい。やめろ、やめろ、やめろ、やめろ。じゃあ、あたしから、あたしから嗅いでもらって。失礼します。あ、フルーティーな香りがするから、ちょっと嗅いでみて。わかる。なんでなんで、なんかちょっとフルーティーだ。草みたいな。草。いや、なんか草原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 最低、最低なんだよ、最低マジで。ライン超えすぎだろ。ああ、
あ、なんかお花？甘めのお花だよね。甘いお花の匂いがする。でもなんか柔軟剤じゃない？柔軟剤さ、どれぐらい入れていいか分かんなくていつもマックスまで入れてるそれだ。結構近づくとね、強いよ。じゃあ近づいていきたいと思います。やだやばい、では、やばい、マジマジ、じゃあいただきますよ。やだやだ、あ、今日も甘い。ああ、いい匂いだ。何を見せられているんだ。いただきましたよ。いただきましたよ。ちょっとじゃあ失礼します。わあ、いつものアティシの香りがしますね。いつもアティシの、アティシはね、いつもね、甘くていい匂いがするんですよね。女の子の香りがするめっちゃわかる。おじさんみたいだよ、うん、甘い女の子の香りがしますね。ねえ、もう最悪だ。ホロメンの楽屋とかさ、ちょっとさ、あの、着替えるところがあるじゃん。わかる。そこさ、誰かが入った後にさ、入るの好きなんだよ、ね、女子更衣室の匂いするような。そう、匂いなんだよね。わかるわ。そう、だからいつも私ね、後で入る、後でにするって言っちゃうもん。え、嗅ぎたいって。うん。お前、マイスターの素質あるやん。一緒にする？一緒にどうかな。やってみて。はい、いただきましたよ。いただきましたよ。まだちょっと捨てきれてないよね、マイスター。ちょっとダメだな。いや、ネネチだったら脇見せられたもん、脇に口つくぐらい。いただきましたよ。ぶっちゃけ今の心境を教えてください。これ答えによっては解散の危機ありますよ。あの、ネネちゃん次楽しみ。それも先出てる会話に。ねえ、スバルはどうでもいいってこと。スバルのお家に行きたい。来たじゃん、この前。来た。来た。もうやだ。ネギユーはね、悪逆なんだよね、ここ。悪逆の回なんよ、なんかねえ、大勝利。なに、急にどうした。今回のコラボは誰から誘ったんです。はい、お、あたしね、あたしが誘ってくれたんだよね。そう、ありがとう。ありがとうね。そうね、今日ね、あの、みんなでお仕事を して、うん、でその後だってさ、やっぱ寂しいじゃん、このシーズンなのか、うん、一人ぼっち嫌だから誘いました。ね、冷静に考えたんだけど、3年目だけど、アティシの家初めて来たわ。アッサンとネイチだけで3分間トーク。ね、ね、無理だよ、これ。無理とか言うね。喋ろ喋ろ。スバル黙ります。ね、スバル、スバルがいなきゃ終わる。どうやったら、うん、もっとね、ギユが仲良くなるかについて話しましょう。わかりました。どうぞ。うん。温泉旅行に行く。あ、ねえ、でもね、同じことを思ったよ。なんで？あの、なんでかっていうとね。クソ地獄だぞって。絶対切り抜かれるじゃん。はい、ということで皆さん、どうですか？このクリスマス直前の地獄。深まったー。大丈夫、アティシー。アティシー生きて、もうすぐクリスマスプレゼント交換だから。交換しよう。じゃあ交換しますか。どうやって交換するの？待って、色が違うよ。そうです。で、お値段は1万円以内です。あ、だから二人とも二つ持ってたんだ。当たり前だ。最初のやつ、大体だろ。バカクソおしゃれなやつですね。やっぱり大丈夫よ。